30ある観測地点のうち15地点で夏日となりました。桜の名所ではソフトクリームなどを食べて暑さをしのぎながら花見を楽しんでいました。桜が見ごろを迎えている須坂市の我流公園ですが、春を通り越して夏のような強い日差しが降り注いでいます。平日にもかかわらず大勢の花見客でにぎわった須坂市の我流公園、現在桜祭りが開かれています。見事ですよ、なんかまだ咲いてないような感じがしたんで1週間ずらしたんです。いや、ちょうど満開で良かったですよ。綺麗ですね、すごい賑わってます。公園にはおよそ600本の桜があり、ソメイヨシノは昨日満開になりました。我流公園での花見といえば定番はおでん。暑くてもその人気ぶりは変わりません。お目当ては桜とお団子、おでん、はい、暑くても美味しいです。ですがやっぱりすごい暑いです。すごい暑いんでアイスも溶けちゃってるんですけど、暑い、今日すごい暑い。県内各地で5月下旬から7月中旬並みの気温となった今日、日傘を差す人や帽子を身につけている人の姿が目立ちました。こんな暑い日は冷たいアイスが人気です。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。凍らせて削ったイチゴを練乳と味わう削りイチゴです。いや、暑いから売れますね、削りイチゴ。暑い、もう暑い。ちょっと春通り越しちゃった。おでんも食べたんですけど暑くて冷たいもの食べたくて。暑いですね。なんかより美味しいですね、これが。アイス食べたなる暑さ。県内の日中の最高気温は飯山で 29.3 度、長野で 28.4 度、松本で 27.1 度などと30ある観測地点のうち15地点で夏日に、また19地点で今年の最高気温となりました。